たか鳴き声をでかい体も命は一つ何万年もの長い眠りの目を覚まされたティラノサウルスイグアノドン対ティラノサウルス。これが今までに捕獲した恐竜の記録だ。ティラノサウルスだ。すごく暴れて手こずらされたよ。本当に怖かったでござウルス。恐竜たちは本国でみんな元気にしている。あの時捕獲したブロントサウルスの親子も元気でいるぞ。ブロントサウルスには親子の愛情の強さを教えられたわ。泣かされたな、あの親子には。僕は仲良しになったよ、あの子供と。うへぇ、ティラノサウルスだ。砂漠の暴れん坊の名にふさわしい恐竜だった。ボンフリー号も危なく砂地獄に落とされるとこだった。トリケラトプスね。ゴンさんが助けた卵から子供が生まれたね。あの親も卵を守るため地震の中でも動かなかったな。子供を守る気持ちはどの恐竜でも同じだな。トラコドン夫婦だ。バトラーさえ出てこなければ両方とも助けられたのにな。本当に悪いやつだぜよ。今度邪魔したら僕がやっつけてやるよ。あら、ステゴサウルスの子供よ。あいつは本当にケロッとしていたな。親にはぐれたってのに。保護区では仲間ができてるさ。本当にあの親子はいつも仲がいいな。まだ甘えん坊だな。だって親子ですもの。こうしてみると改めて使命の重大さを感じますよ。気の遠くなるような長い年月を生きながらえてきた恐竜だ。その命の流れを断ってはならん。はい。まあこれほどの成果が挙げられたのもひとえに君たちの努力のおかげだ。今後とも頑張ってくれてな。こちらボンフリー隊本部。南米流域地帯イーストポイント707に2頭の恐竜を発見。1頭はティラノサウルスで、もう1頭はイグアノドン。了解。諸君、出動だ。行くぞ。約1億年前の白亜紀に生息していた草食性の恐竜。体長10メートル、体重5トン。水陸両生である程度は泳げたのではないかと考えられている。強力な足と尾を持ち、戦いの時にはそれらが大変役に立ったと思われます。Thank you.
ノサウルスとイグアノドンか。こりゃついてるぞ。この勝負、ティラノサウルスがイグアノドンを倒しますぜ。こうして待ってれば、苦労せずにイグアノドンの首が手に入るというわけだな。来ないうちに肩がついてくれないと、イライラするわい。こちら本部、マサケ博士の指令を送ります。まずイグアノドンの方から先に捕獲保護してくれた。了解。逃げた。グレー、ぼやぼやするな。さっさとスタートさせろ。はい、ボス。バカモン。すいません。2頭の恐竜の足跡が入り乱れている。血痕があるところを見ると格闘した跡だ。きっと大きいのがティラノサウルスで、小さいのがイグアノドンだと思うよ。ということはティラノサウルスとイグアノドンが格闘したってわけか。おそらくそうだろう。このアレオから見ると相当激しい格闘があったようだ。死体のないところを見るとどうやらこの勝負引き分けに終わったかもしれんな。あ、車輪の跡だわ。バトラーの装甲車だな。奴らもう嗅ぎつけがあったのか。まずイグアノドンから先に捕獲しよう。どうして？どうして？ジョージさん、ねえ、どうしてティラノサウルスを先に捕まえないの？ティラノサウルスはな、一度狙った獲物は必ず倒すんだ。だからまずイグアノドンを保護しなければならない。バトラーたちの手からもね。そうか。ゴーさんはシンガルで空から探してみてくれ。俺はビーグルでイグアノドンの足跡を追ってみる。じゃあ頼んだぞ。オッケー。恐竜を発見したら例の罠へ追い込むんだ。
イエスサー。ふっ、恐竜だ。イグアノドンだ。はい。おい、罠へ追い立てるんだ。近づいてみろ。ドア頭に風穴を開けてやる。距離は罠。このイグアノドンはわしのものだ。じゃあちょっとと消え失せろ。消えるわけにはいかん。なに？そのイグアノドンを助けるまではな。おのれ貴様から先に。脅しじゃないぞ。しまった。貴様、よくもわしのライフルを突き落としてやろうか。やめろ。おい、乱暴はやめるんだ。イグアノドンに踏みつけられたらお前たちはペシャンコになってしまうだろうな。無茶するな。無茶だと？無茶をしているのはお前たちの方だ。貴重な恐竜を平気で殺そうとするんだからな。どうだ、おとなしく引き上げるか、それともイグアノドンに踏み潰されたいか。やめろ、引き上げるからやめてくれ、頼む。もう少し遅かったらイグアノドンは殺されるところだったぜ。よかったな。ひどい傷だ。ああ、ティラノサウルスと戦った時にでも噛まれたんだろう。早く手当てをしてやらなくちゃ。あ、キャリードンキーが来たぞ。このままでは積み込めない。イグアノドンを落とし穴から引き上げてくれ。了解。レイコ、マサオ、さあ引き上げ作業開始だ。はい。俺はその間にシーガルでティラノサウルスを探す。うわあ、出た。捕まえろ。殺して首を取るんだ。はい、ボス。捕まえろ。こちら上司、ティラノサウルス発見。何か嗅ぎつけたらしいぞ。お、いかん、イグアノドンのいる方角へ進んでいるぞ。え、こっちへ向かってるって。おそらく風で流れてきたイグアノドンの匂いを嗅ぎつけたに違いない。積み込み作業を急いでくれ。了解。大変だ、ティラノサウルスがこっちへ向かってるそうだ。ティラノサウルスが？積み込み作業を急がなきゃ。
グアノドンの積み込み作業はまだ終わらないのか。まだだ。この中へ逃げ込め。早く早くしろ。じゃとてもダメだ。ショック銃を撃ってくれ。ショック銃、それしかない。あれだけ麻酔弾を打ち込み、この上ショック銃を撃てばティラノサウルスは死ぬ。何したら早くないか。
とマサオとどっちが大事なんだ。殺したくない。さらえて済む方法はなかったんだろうか。こちらキャリードンキー、ティラノサウルスを収容する。さあ全員配置につけ。マサオは置き去りにされたトリケラトプスの赤ちゃんをドンと一緒に育てようとする。しかし空の殺し屋テラノドンの攻撃に遭うマサオ。必死で防戦するドン。赤ちゃん恐竜を救うためシーガルとテラノドンの大空中戦。次週恐竜探検隊ボーンフリー、赤ちゃん恐竜を救え。お楽しみに。